または、ニザームッティーンアウリアーの母病は、インドのデリーに位置する著名な聖者病。13世紀から14世紀にかけてのイスラームの聖者、ニザームッティーンアウリアーの墓を中心としたインドでも、最大規模の聖者病である。イスラームでは、本来的には、偶像崇拝は禁止されているが、ここでは、デリースルターン長時代のスーフィーの聖者ニザームッティーン、 アウリアーの墓が神聖死され、祈りと産経の対象となっている。年齢、性別問わず多数のムスリムが、巡礼や産経に訪れるだけではなく、ヒンドゥー教徒をはじめとして、スイック教徒やキリスト教徒など、非ムスリムも、階級、職業、目的によらず大勢訪れる。また、インドの政治家が、自らの信じる宗派を超えて、 選挙の当選期間に参拝することでもよく知られている。インド以外から訪れる人も多い。ニザームッティーン病はニューデリー南東部に所在しており、世界遺産に登録されているフマーユン病の西約800メートルの地点に立地する。この地に聖者病が営まれたのはトゥグルク朝の時代と考えられるが、ニザームッティーンの愛弟子で詩人で芸術家、 また、歴史家としても巧妙なアミール・フスローの墓画病内にある。なお、ニザー・ムティーンの死後、フスローは後を追うように同じ年に亡くなっている。ここに、聖者病が営まれた後、王公貴族など上層ムスリムの中には、自らの墓所をこの付近に置く者が現れた。霊病に隣接して、墓にかける布や、トモコン用の花、砂糖菓子などの参拝用品を売 イスラーム世界を拡大させたものとして、しばしば、征服、神秘主義教団の伝道、ムスリム商人の活躍の3点が掲げられ、インドでは特に神秘主義修行者スーフィーの果たした役割の大きさが指摘される。この聖者病の存在は、インドにおけるスーフィー信仰のあり方の一端を示している。アミール・フスロー聖者として病に祀られている、ニサー・ムティ・ーン・アウリアは、 ウッタルプラデーシュ州のバダーユーンに生まれ、インドイスラーム世界における四大スーフィー教派の一つ、シシティ派の第四大後継者として、13世紀後半から14世紀前半にかけて活動した高徳の聖者であり、生涯、人々に慈愛のメッセージを伝え続けて、神の恋人と呼ばれるほど絶大な人気と影響力を誇った人物である。ニザームティーンは、 仮想階級の生活改善にも努めたと言われ、当時の民衆のみならず、奴隷王朝や、ハルジー・アサ、トゥグルク朝のイスラーム小王朝の君主たちからも大変な崇敬を受け、一方では、人々が聖者に振幅することについて、戦死されたとも伝えられている。ニザームッティーンの愛弟子として知られるアミール・フスローは、トゥルク系民族の末裔と言われる管理であるとともに、 現代のヒンディー語やウルデュー語にあたる言語や、その文学を基礎づけた人物といわれ、著名なペルシア語詩人のニザーミーの詩や文学を本案してインド化したことでも知られる。また、カワーリーやヒンドゥスターニー音楽などの音楽を創始したとも、シュタールやタブラなどの楽器を発明したとも言われ、多方面に活躍して、インドの人々から宗派を超えた熱い損数を受けている。 1325年に、デリーに没したニザームティーンの母病は、トゥグルク朝時代の創建と伝わるが、現存する病建築は、ムガル帝国第三代皇帝へアクバル帝地下の1562年から翌年にかけて再建されたものと言われている。これは、フマーユーン病の建造と、ほぼ同年代である。病の敷地は、全体として南北に細長い形状をなしており、病の内域には、 ニサームッティーンの墓やアミールフィスローの墓のほか、供物や土産物を売る店、執務室、赤色の砂岩で作られたモスク、冬なムスリムの寄進による建造物、ムガル帝国の王侯貴族をはじめとする上層ムスリムの墓が多数互いに近接して立ち並んでいる。売店では供物や書籍、説教や宗教音楽の CD、礼拝用の帽子、敷物、 呪図などともに、各種の護符や、お守りも販売されている。聖者にあやかった墓も多く、ムガル帝国の王公の墓としては、第12代皇帝ムハンマド・シャーや、第16代アクバル2世の巫女ミールザー・ジャハーン・ギール・シャーの墓所が所在する。また、時代は下るが、19世紀のウルドゥー語の、姿勢として、著名なミールザー・ガーリブの墓もここにある。ただし、 聖者とその相弟子の墓は宗教的な尊数の対象となっており、世俗的な墓であるあやかり墓とは明瞭に区別されている。聖者と相弟子の墓は墓標となる墓石が聖布によって覆われ、刺繍に制作を巡らせている。さらに、その全体を囲う形で建造物が営まれる。上部に白いドームをいただくこれらの建物は、 すかしぼりの衣装を伴う四壁や、美しい装飾文様の施された支柱によって、支えられている。ニザームティーン病には、預言者、ムハンマドの、性髭預言者の父方重帝で娘婿でもある、アリーの諸者した、クルアーンの川表紙断片六百八十年に、ウマヤ朝、第二代カリフのヤズイード一世によって虐殺された、フサインの先決を吸い込んだ、カルバラーの土暮れ予言者、 ムハンマドの足跡の生意物が4点保管されている。いずれも預言者ムハンマドとその演者に関わる生意物である。1.2.3はいずれも成人の胸ほどの高さに固定された台座の上にショーケースに収納されて安置されており、普段それぞれのケースにはベルベット地の布がかけられ生物そのものは隠されている。4は ショーケースを乗せた台座の下に置かれ、清めのため、バラ水をたたえたバケットと水亀が川がきに用意されている。これら生維物は、ヒジュラ歴3月に開かれる予言者祭の際に一般公開される。参景者は、前もって、賛同の売店やアーケードの商店で喧嘩となるバラや、砂糖菓子などの供物を購買し、病に立ち入る前に靴を脱いだり、 大声で呼んだり話したりすることを控えたり、また、頭部を覆うなどして、互いに神聖な空間であることを認め合う。一般的には、病内に入って、最初に、愛デシアミールフスローの墓に参詣し、ついで聖者ニザームティーンの墓にも出る。この時、男性は、宗派の違いに関わらず墓建築の内部に入れるが、女性は、ムスリマといえども中に入れないので、 通常は、透かし模様の壁越しに内部を覗き込みながら、祈りを捧げる。ワキ入ルと称される一種の代理人、代弁者が女性の参拝を代行することもある。なお、毎週木曜日は、スーフィ聖者の日であり、外して他の曜日よりも多くの参詣者を集める。参詣者はそれぞれ、聖者に対して様々な祈願を個人的に行うが、より良い結果が現れることを期待して、 聖者の子孫と称される人を自身と聖者の間に介在させることがある。聖者の子孫とは、自義からすれば、同志を意味するが、一般的には、聖者病やモスクをはじめとする、宗教施設の管理者のことである。ニザームッティーン病には、インド政府から任命されて、聖者病の精神的、宗教的機能を司る官の役割を担う、サチャーダナシーンを頂点として、 約200人もの老若男女より構成される聖者の子孫がおり、聖者病の南側の一角に住んで病の管理運営に携わっている。産経者と聖者の子孫の関係は、ある場合には、ワキールメヘマーンつまり、代弁者、顧客の関係にあり、ある場合には、ピーリームリーディつまり、同志、弟子の関係を取る。産経者が、祈願によって、 願い事が叶った場合、お礼参りを行い、聖者の子孫に礼金を支払う習慣となっているが、この場合は、聖者の子孫に託された役割は脇いるであり、参詣者と聖者の間の中立ちが期待されている。一方、参詣者の中には執務室を訪ねて、聖者の子孫に悩み事や願い事の相談を行う人もおり、ここでは、聖者の子孫はアピールとして参詣者と唯一神。み、 アンダーとの仲立ちを行う。つまり、ここで、聖者の子孫は、産経者に対し聖者そのものとして、対するのである。聖者の子孫、約200人のうち、女性は害して病の敷地内に現れることが少ない。年少の男子は病の運営管理に関わる雑務に、従事し、ようやく青年になってはキールの仕事を託されるようになる。 ピールの役割は年配になって初めて可能となる。ただし、ワキールの仕事に携わる人々は墓の周辺に待機するのに対し、ピールの仕事を担う者は執務室の中に控えて相談者の来訪を待つこととなる。聖者の子孫は子孫と呼ばれながらも実際には聖者の直系子孫ではなく、聖者とは親族関係ないし指定関係もしくはその両方に あった人々の子孫であることを主張する人々である。その系統には三つの家系があり、互いに聖者との関係の深さを競っている。ニザームッティーン病では、毎年、聖者祭と預言者祭が開催される。聖者祭は、聖者、ニザームッティーンとアイデシトのそれぞれの命日に行われる。特に聖者ニザームッティーンの命日祭は盛況を、停する。 スーフィー信仰においては、聖者の死は単なる死ではなく、神との合一の達成であると考えられているためである。4月の明日祭の期間中、聖者病の母前では、カーワールと呼ばれる演奏者、歌手によって、カーワーリーと称される古典的な宗教音楽が夜を、徹して演奏内し歌唱される。カーワーリーの中では、ジランハイリマという曲が特に人気があり、内容は、 ニザームティーンとの出会いを自分の母親に歓喜を交えながら伝えるものである。預言者祭はヒジュラ歴の3月12日に行われる宗教集会と聖遺物公会議レートを中心とする祭典であり、聖者祭に匹敵するほどに賑わう。これは病を訪れる人々の目的の一つに聖遺物への参拝があるものと考えられる。中でも預言者、ムハンマドの足跡には、 口づけをする信者があるほどであり、ここでは遺品を介して預言者その人に接し、実際にイスラームを体験し監督することができる。イスラームの聖者信仰は、イスラームが中央集権的な教会機構や司祭階級、劣勢の制度を備えていないためもあって、キリスト教における聖人数計と比較すると、極めてローカル色が強いと言われる。しかし、その反面、インドにおいては、 イスラーム誕生の地である中東やアラブといった地理的な中心ではなくて、むしろ預言者及びその近親の遺品というイスラーム世界の中でグローバルな意味を象徴する生物が極めて重視されているのである。ハズラとニザームティーン駅、ニザームティーン病はニューデリー中心部の南南東約 5km、インド門からは南南東 2km 余りのところに所在する。 デリー首都圏の空の玄関口であるインディラガンディー国際空港からは東北東約1 6トルの地点に相当する。ニザームッティーン病の約1キロメートル東にデリー首都圏におけるターミナル駅の一つであるハズラとニザームッティーン駅があり、この駅はラージダーニー急行やタージ急行によって各州庁所在地や大都市と、またバンガルールラージダーニー急行によって カルナータカ州のバンガルールと結ばれている。サブズブルジ病、ハズラとニザームティーン駅とニザームティーン病の間、ずっと駅寄りには、世界遺産として知られる16世紀後半の、フマーユン病があり、フマーユン病とニザームティーン病のほぼ中間に、イーサーハーン病がある。イーサーハーンニアーズイーは、スール町のシールシャーの宮廷に仕えた貴族であり、 イーサハーン病は八角形の敷地の上に立ったドームを伴う16世紀中央の墓建築である。イサカーン病との間にはマトラーロードと呼ばれる道路が横切っている。マトラーロードは南北に走り、その東がニザームッティーン東地区、その西側がニザームッティーン西地区と称される。ニザームッティーン病は西地区に所在する。マトラロードや ローディーロードなどが交差する、ロータリー交差点の中心にもサブズブルジと、小する病建築が立地している。周囲には、中世のイスラーム遺跡や墓が密集している。至る所にドームを伴う墓建築があり、道端に石棺があることも稀ではない。ニザームティーン病その他、ありがとうございます。